スだ。姉さんが銃を持ってたって校長先生に伝えたけど信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロエだけでここまでやるとは、俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな、軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが力不足だった。良い父親になろうとも努力した。だがジョイスに捨てられて全てを失った。私のせいで、そのごめんなさい。いや、自宅にカメラを設置した俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私が間違ってたって伝えます。おばさんもちゃんと分かってるはず。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとってその後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくても、せめてクソ親父はやめてもらえるように。でクロエはどこだ。クロエは死んじゃった。まさかそんなバカな。クロエが死んだ。マックス、本当なのか。勘違いじゃ。昨日の夜、廃品置き場で、私の目の前でジェファソンに殺されたの。昨日の夜、俺がホテルの部屋で自分の愚かさを嘆いてる間に。必ず守ると約束したのに。なあジョイス、俺を許してくれ。クロエに伝えたかったこともまだ。くそ。貴様があの子を殺したのか。俺の大切な娘を。待って、ダメ。マックス、すまない。お前には見せたくなかったが。ああ、俺はなんてことを。何もかも無駄だった。クロエ、ジョイス、すまない。俺は何もできなかった。そんなことありません。そんなこと。マックス、外へ出ていなさい。もうこんなところにいちゃいけない。デイビッド、助けてくれてありがとう。
イカれた趣味にこれだけの機材を揃えて。死んだなんて信じられない。待ってて、デイビッド。全てを直してみせるから。これが夢だったらどんなにいいか。最低。このダクトテープ、学校の経費で買ってたら許さない。フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。俺のクロエよ。クロエ、必ず助けるから。もう死なせない。こんなところにクロエのものを置いていけない。ふざけた真似を。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。こんな工作までして姉さんを。ジョイスに何と言えばいいんだ。助かった。でも本当に嵐が来たんだ。俺も探さなきゃ。やった。もしもし、ウォーレン。アックス、やったのか。今どこだ。聞いて、昨日駐車場で写真を撮ったでしょ。あれまだ持ってる。え、持ってるけどそんなにいい写真じゃないよ。それ今必要なの。どこにいる。スーホエルズダイナーでロイスさんと一緒に足止めされてる。こんな嵐生まれて初めてだよ。すぐ行く。あ、何言ってんの。危ないからそこから動いちゃダメだ。雨も風も全く収まりそうにないし、さすがにちょっとヤバいかもしれないぞこれ。分かってる。でも私が何とかするから、そこで待ってて。ちょっと。さん警告してきただろう。お前たちが自らの罪を試みないからついに神がお怒りになったのだ。なのになんで俺がこのラジオ局に閉じ込められなきゃならない。誰か早く助けろ。俺は税金を払ってるんだぞ。一件の新しいメッセージがあります。昨夜午後9時。マックス、俺姉さんだ。最後にこれだけは伝えたくて。俺はレイジェルもケイトも傷つけるつもりはなかった。誰も傷つけたくなかったんだ。俺はみんなに利用されたんだ。許してくれ。俺はジェファソンに追われてる。もうおしまいだよマックス。次はお前だ。気をつけてくれ。すまなかった。
ライナーにいる。急ごう。結束間違いなし。エヴァ、やだよ。巻き戻して助けなきゃ。死が私について回ってるの。助けて、ありがとね。大丈夫ですか。ああ、早く逃げねえと。どんなバカが線路を壊さなきゃこんなクソみたいな街にいなかったのによ。もう行った方が。二度と帰ってくるまで乗っていくか。いえ、友達を探してるので。そうか、達者でな。ことになってる。これが終わったらクロエと。そんな、今ので感電して。助けてあげたいけど、ショックで話もできなさそう。お願い、動いてね。